カイルアの方に向かってます。あれがカイルアの海ですね。綺麗な。今日はこのレイクビューのカイルアにある、タウンハウスの内見にやってきました。レイクという場所のタウンハウスを見にやってきました、こちらの番号になります。さあ中行ってみましょう。すごい綺麗ですね。リノベーションされてて、こちらが、リビングです。そしてキッチン広いですね。カウンター、マーブルカウンター緑も見えます。収納もたくさんで、はい、外に行ってみましょう。こちらがラナイベランダです。外も気持ちいい。カイルアのいいロケーションですね。すごい、ラナイも広い。まず一つ目、こちらですね。収納がたくさん
天井が斜めになって。じゃーん、洗濯機。で収納があってもう一つのお部屋さあ2階に行ってみましょう。綺麗ですね。なかなかこのフロアも。はい、2階です。収納が結構あって3つ目のお部屋、クーラーもついてるんで涼しくなるんじゃないでしょうか。外のこのハワイっぽい木がいいですよね。収納もちゃんと2個ついてるのかな、こっちと、こっちで、スルームの外が見えます。シャワーいいですね。サイズ的にはすごいコンパクトでいいかと思います。リビング広いですね。やっぱりこの今度、タウンハウスが建てられたのが、1980年ですね。もう一度ぐるーっと、こちらの物件ですが、お値段が日本円で約、8000万になります。共栄費が月に755ドル、かかりますが、中が1500スクエアフィートもあって、ものすごいこんな広い、すごい広いキッチンがついてるので、なかなか魅力的ではないでしょうか。See you next time.